一応今日のテーマとしては自分の価値を自分で決めることが不安をなくす唯一の方法というのがですね、一応今日のタイトルになっておりまして、ほとんどの人はみんなと違うことをしたい、自由に生きたい、お金持ちになりたい、つまりみんなと違うようにお金持ちになりたいと思ってるのに、評価だけはみんなを参照するんです。こうしたらいつになっても新しいことなんかできないんですよ。だってみんながしてないことをするから成功するわけであって、みんながしてないことをしているから自分は他人と違う、独自性が持ってるし自信も持ってる、そしてみんなができないことをやってるから自分は自由だ、自分は自分で人生を選んで決めてるんだっていう感覚が生まれるんですよ。でもなぜかみんな評価の部分だけはその他大勢に委ねようとするんで、当然みんなと違うことをしたらディスられますよね、炎上しますよね、批判されますよね。そうすると結局一瞬はみんなと違うことをしたいと思うんだけれども、その圧力に耐えれなくて、他人と違うと圧力に耐えれなくてできないことが増えていっちゃって、結局諦めるわけですよ。だから重要なのは、他人と違うことをするっていうことをした時には、しようと思った時は何が大事かっていうと、自分で自分の価値を決めれる、一般的な世の中で言われてる物差しとか他人と同じような評価基準っていうのを捨てて、自分がこれからこれをやります、でこれが成功したかどうかを見極めるためにはこのポイントを見ますっていう価値の決め方も同時に決めないといけないんですよ。だから自由な人生を生きたいんだったら、自分がやるということを決めるだけではダメで、自分がこれやりたい、他の人たちがこんなことやりたいってことを決めるのと同時に、それをどう評価するのかっていう独自の評価基準っていうのを両方決めてあげないとダメなんですよ。ほとんどの人がなんでうまくいかないかっていうと、これ簡単で、やりたいことだけ決めるんです。やりたいことをやってみんなから評価されたと思うんですよ。だってこれ矛盾してるんですよ。だって皆さんがやりたいことをやって誰からも評価されたら、みんながいいって思うことなんですよ。みんながいいって思うことで、今までやったことが誰もやったことがないことなんかないですよ。だってみんながいいと思ったら誰かやるもん。だからみんながいいと思わないことを最初にやって、それで成功して、みんなから最終的に何年も後で3年も経ってから認められるから、人間ってやりたいことができて自由にいけるんですよ。そして認める頃にはもう最初に始めた人ってはるか高めに行っちゃってるんで、後から追いかけても追いつかないんですよ。例えば YouTuber のヒカキンさんとかだったら、最初の頃はさ、なんかね、コンビニとかね、スーパーマーケットとかね、バイトしながらあのビートボックスのね音楽を上げて、で YouTube 誰も知らなかった頃ですよ。まだニコニコ動画の方が日本で有名だった頃ですよ。でそういう頃に彼はやって、みんなから評価されないけど自分はそれでいいんだっていう風に自分の評価基準を貫いて、で成功して、であとから芸能人とかいろんな人たちが YouTube に入ってきてるけど、彼はずっと帝王じゃないですか。やっぱりぶっちぎりじゃないですか。自分がやりたいことと同時に自分の評価基準を作って続けたから成功してるわけなんですよ。でこういうのができないとダメだから、みんなやりたいことやりたい、自由に生きたいっていう風に言ってるんだけど、成功しない理由は自分を評価するための評価基準を同時に作ってないからだよって話が、今日のタイトルに込まれてる内容でございました。はい、概要欄とコメント欄から Dラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。